今日はですね、阿戸川の桂川というところに来てます。で、桂川というのはですね、阿戸川の中でも一番最上流部になります。で、この桂川があって、次に中流域久月ですね。で、最下流に実は昨日やったんですけれども広瀬地区、広瀬漁協ですね、その3つの川から成り立つ漁協が、まあ、阿戸川というふうになります。で、まあ、今日はその最上流部でね、まあ、上から見てると結構魚見えるんで、ここは実は穴場ポイントなんで、結構大きな鮎がね、見せれるかと思うんでちょっとやってみたいと思います。まあ、桂川の針旗との、まあ、合流点ですね。合流点の下流からちょっとスタートしてみます。まあ、通称、まあ、キャンプ場上流っていうとこですかね。キャンプ場裏って言われるとこで、ここもね、まあ、天然遡上多い年は結構上がってきます。ただやっぱりもう放流メインになってくるんでね、ある程度前半は。実はこれほど阿戸川へ来ててもこの桂川漁協さんに入ったことがないというね、初めての兆候です。多分いたらすぐかかりそうやね、ここ。まあ、どっちにしてもね、上流域なんであんまり大きな場所がないんですけどね、ちょっと小場所メインで、竿も、まあ、今9メーター持って、これ一番ちょっとまあ広いところをやってるんですけど、実はまあこんなに長い竿もいらなくて、こういうところは逆に7メーター50とか7メーターとか、それでまあ細かく攻めていく方がいいと思います。まあ、ここはちょっと広い目の場所なんで、とりあえず今9メーター持ってスタートしてみますけど、やっぱり結構初めての漁協さんであったり初めての川っていうのはやっぱり癖あるんでね、どこともここなんか、まあ何がまず何が入ってるか、子さんであったりいろんなことをちょっと聞いた上でちょっと入る方がいいと思います。まあ、世間は3連休ということでめっちゃ釣り荒れております。おう、まあこれは、まあ、針旗ちょうど今合流点のちょっと上にいます。まあ位置にやっぱあいつりポイントなんで、特にこういう小場所になってくればいかに細かくだから見れるかですよね。今でもこう結構細かくたったこんな小さい場所なんやけど結構ここだけで釣れるんでね。で、魚が見えて追いかけてる魚さえいればそこそこおとり弱っててもなんとかなるんでね。まあ、ちょっとそういう勉強もしてもらえると面白いかと思います。で、なんでこういうとこを今ちょっと2回3回と同じとこ通すかっていうと、この目の前の回したと同じ形状なんですよね。だからいるかなっていう感じです。で、あんまりしつこく粘らなくてね、こういうとこはもう足で稼ぐような感じで、でこういうとこで1日やったからって言って初めにバラバラって午前中釣れてんけど昼から釣れへんってよう言わはるんやけど、それはやっぱり皆さんが釣ってるんでもう減ってるっていう感じで考えてもらう方がいいです。ってことでもうこんな感じサラサラってやって、次はいもう上のポイントみたいなね。これ今この岩盤の張り出し、こういうとこ一回スーッと通すだけでいいんです。で、いたらもうバーンと上から上がってくるんで、今これも釣ってしまって、ほらほら今出てきたでしょ、ほらほらほら見えるかな、映ってる、これいきますよ、こういうとこ、こういうとこ、こういうとこ入れて、ほらほら飛び出てきた、ほらほらほらかかったね、こういう感じ、これも確かめてるだけなんですよ、別にかけてるわけでもなんでもないで、細かくこういう感じで、ほらかかった、ほらね、
さっきやってかからへんかったんですけど、やっぱ言いましたね、ああいうとこ絶対いるんですよ。ただもうちょっと見せて見せて誘うような感じ。ほら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 、これなんかほんまに綺麗な魚ね。ちょっとまあまあ小ぶりですけど、まだまだ大きくなるんですけどね、まだちょっと時期が早いんであれですけど、こういう感じです。バッチリ背がかりやね。まあ午前中ちょっとやってみて、まあ本流はね、まあ、やりたくて、まあ、9メーターをちょっと振ってたんですけど、まあ支流へ今ちょっとこの辺針畑の方入ってきたんですけどね、魚が結構いい魚のサイズが見えるんで、竿をちょっとねもう一回持ち替えて、実は今いろんなね、まあ、番組であったり DVD を見るとだいたい9メーターを持ってるのが主流なんです。でただこれちょっとまあ見てもらおうかな、まあ、支流バージョンっていう下野の方で結構ねこれはお手頃の価格で、非常にまあ安くて、で鮎釣りってこう高いイメージがものすごくあるんですよね。でそんなに別に高い竿もいりませんし、実際やっぱり鮎がいるとこで特にこういうもう本当に狭い川でもたくさん釣れるとこ結構あるんでね、まずは初心者の方なんか特にこういう竿を買っていただいて、もう本当に高いものは30万ほどしますけど、これはもう全然そんなしませんから、こういったもので一回ね、7m50 でとりあえずやってみます。まあ竿でもね長けりゃええというもんじゃないんで、ちょっとまあその辺が支流ならではあんまり支流の DVD ってないんですけど、ちょっとやってみます。まあ午前中やった感じええ感じでは釣れますよ。おお、ほらほらほら。おお、おお。かかりそう。ほらかかった。かかったほら。まあちょっと今の見にくいですけど、まあこれ支流の面白さですよね。ああ来てたね。でなんとなくしてると見えないじゃないですか。やっぱりこう偏光レンズもね、その日に合わせた光のあれに合わせたものをやっぱり選んでほしいんですよね。でこう見えないっていうのがもう一番の弱点なんで、鮎釣りはやっぱり特にこういう支流入ってくるともうサイドの釣りが結構効いてくるんでね、じゃないといるんだかいい品のだかわからんままで支流でやるっていうのはちょっとまあもったいないですよね。まあ実際竿を入れてみるとわからんとこもあるんやけど、ほらこうやってねこれなんかずっと追いかけてるんですよ。でそちょっと時間かけんとかからん魚なんでね、まあ今のも追いかけてはいたけどそんなに10段階のレベルで言えば6ぐらいしか追いかけてない魚やったんでね、でちょっと時間かけんと釣れませんでしたね。全部が全部取れないんでね、だからおう、あ、ここにいるね、今の。ほら。ここ。こう、ほらほらほら、ほらほら、見えます？うわぁ。で、こういう、これちょっと難しいな。あー、あれ？今見えました？ああいう、ペッとひっついてくるやつね。ほらほらほら、
興味示してるでしょ。おー、あー赤かった、ほらほらほらだあんな変な感じに、わあこれ変な感じやけど、今なんかこのスーッと下へ下ろして滑らせていただけ、それでこれも反応してかかってるんですよ。これはちょっと難しい鮎でやったけどね、午前中から追いかけてはいたんですけど、やっぱり午後からちょっとスイッチの入り方が違うな。で今まあこれが1匹かかりましたけど、まあまだ手前と奥といるんでね、だこういうちょっと濃い感じで魚があっちもこっちも追いかけてくるとこ、だそういうとこはやっぱりちょっと重点的にやっぱ数がかかるとこですよね。まあ私の使ってるのはこれまあサイドマスター、まあ、U 字モデルっていうのを使ってるんですけど、でこれはまあカラーバリエーションが結構あるんで、一応今4アイテムでこういったものでやっぱり魚がね見えないと一番こういうサイドの釣りでは一番弱点になるんで、もう結構いるね。ようだからユージ君魚見えんなってみんな言わはんねんけど、だ意外とやっぱりちょっと変更がちょっと皆さんと違うんで、一瞬波の切れ間ができるでしょ、そのタイミングで見るようにしてください。見えない時は誰がやっても見えないですからね。言ってる意味分かりますかね。この波のああいうの見方っていうのがあるんで、ほらほらかかった、時間かけたらかかるんですよ、こうやってね。ただこれがやっぱりちょっと時間かけんと釣れませんよって言った理由です。もう来るんやったらすぐ来るんですけど、これでもやっぱり背がかりないね、きっちり。ほーら、でまあ、今なんかこれ結構小場所なんですけど、おおかかった、こういう小場所で、あ細かいね、かかる鮎が真っ白毛なんですよ。あんまりはいいポイントとは言えへんかもしれません。でまあ例えばこういう感じでいいとこへ落とす、でそんなにねたくさん長く長くできるポイントじゃないですけど、こういう短い竿だと結構細かくできるんですよ。で9メーターだともう長すぎるんで、いたらここらでかかるけどね。で多少弱っててもね大丈夫です、こういうとこは。もうおとりさえちょっと入ってったら向こうから飛びついてくるんで、子さんの場合は特に。まあポイントの見極めやけど、もうこれでかからんかったらね、あんまりいい感じで釣れませんわ。一番いいとこ今流してるんですよ。であと この辺ちょっとまあチェックがてら確かめていくけど、でこういうとこは一瞬見えるじゃないですか。せやけど、あー飛びついてけへんな。おらかかったね、もういるんやったらあれぐらいバーって浮いててもかかるんで、もう飛びつきがいればね。
ょ、ちょっと小ぶりやけど、まあ綺麗な鮎。ポイントの見方としては、まあまあこの手前の筋と奥の筋がメインで、これであとまあ今もう一つ奥上上がったんですけど、まあええとこパンパンとつけて切りひんようやったらもうすぐそのポイントは見切っていいと思う。ちょっと小ぶりなんでね、まあつぼ釣りつぼ釣りみたいになりますけど、もうこの辺は足を使って石がね大きいだけにそんなに綺麗に取れないんでね、このとこはいるんやと思う。ここでほらかかった、ここでもかかっとるもんね。ちょっとそのまま下へ持っていくけどね、よいしょよいしょ、まあかかんにやったらもう今みたいな感じで、適当にずっとその辺ふらふら泳がしてただけなんですけど、もう向こうから飛びついてくるような感じです。ただその分流になればなるほど流れが極端にきつくなるところと弱くなるところとはっきりするんで、そのおとりを弱いなりに泳ぎたいように入れていける場所で、例えばこれでもそうなんですけど、この辺なら泳ぐんですよね。で向こうから縄張り範囲がだいたい50センチぐらいは前後あるので、横だからそれだけの感じで、もう向こうから寄ってくるのを待つっていうような、そういう感じの釣りです。なかなかこんな DVD ないね。ほらね、かかるんですよ、こういう感じで。ちょっとぐちゃぐちゃなってるけど、ちょっとぐちゃぐちゃなってるけど、こういうところがでかいですからね。別になんて難しいことやってないでしょ。泳ぎやすいところで、ただこれでかいと思いますよ。ちょっとマシ。ほら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 。でこんなとこでもう9メーターなんか触れないんでね。これ7メーター50ですけど、まだ短くてもいい。特にまあ初心者の、まだ鮎釣りがこれからしたいなって言われる方なんかもこういうとこ連れてきてあげて、もうほんと短い竿、こういう竿でちょっとやらせてあげたら、ほんと足場もね別にそんなに濡れませんし、こんなタイツとかね重装備で入らなくても全然いいので、でもう一回余分なとこはパス。ちょっとね、シリーズの難しいのは引き船の置く位置が難しいんですよ。で今日こういう、まあ、スダモというものを私持ってるんですけど、これじゃなしに袋ダモの方がいいですね、こういうとこは。なんでかっていうと、まあ、こうやってかかって、こういうとこでもう水汲めばここでできるんですよね、おとり替えが。ただスダモの場合はこうやって一回一回戻らないとダメなんで、まあ、こういう時なんかは袋ダモの方がいいと思います。こういう感じで逆上げして、ここ来いひんか、来いひんですね。でいるならもうこういう感じでなんか飛びついてくるんでね、あんな魚なら魚自体が速いんで、これまあ今蓋流し目なんですけど、かかったね。いればやっぱりこういう感じで絶対なんか反応あります。まあこれ逆上げしてる魚に釣れるんですよね、この魚。ほらほらほら、
これ普通に引っ張っててもなかなかかからない魚です。だから支流やから引っ張らないとダメとかつけないとダメっていうんじゃなしに、まあ、場所によったら泳がさなあかんとこは泳がしてそれされるといいと思います。だから大きい川でも小さい川でもやってることは一緒なん で小さいこういう川で練習しとけば意外と大きい川行ってもね通用します。まあ、ここまで小さい川入ってきてやったのは今まで初めてかな。あんまりこういう支流バージョンとかあんまりこういう宣伝をすることがないので、ただまあ探していくには面白いですけどね、こういう支流は。ほらいたらこうやってすぐかかるんで面白いですよ。まあ魚はちょっと細かいけどね。桂川、まあ支流のですね、まあ、針畑の方へ入ってきました。まあ、本流と、まあ、針畑と駒屋2つが重なってまた桂になって朽木になるというところの、まあ、ちょっと支流の方へね入ってきたんですけど、まあ、午前中はまあ 9m の長い竿で使ってて、まあ、今はこの 7m50、まあ、支流バージョンですね。もう昼からは本当に、そんなせこいとこやるのっていうようなとこやってたんですけど、まあ、皆さんもねあんまりその長い 9m にこだわられずに、まあ、9m とかこういうね、ちょっと一回それを置いて、まあ、7m、7m50、まあ、そういう小さい竿でね、本当にピンポイントにやっていく釣りも面白いんで、まあ、これもねなかなかあの映像で残すこと少ないんですけど、まあ、これも相釣りなんで、まあ、いろんな支流があるんでね皆さん行かれたらいいと思います。まあまあ綺麗な鮎、まあ、後半だったらねもっと大きなの釣れるんで面白いと思います。まあまだまだちょっと小さいかなっていう感じです。後半だったら本当大きくなるんでね、どこの支流も楽しみです。今回のまあ DVD はですね、まあいろんな河川行きました。まあ、岐阜県の長良川、滋賀県の阿戸川、まあ、広瀬地区と桂川という、まあ、まあ本当に、ね、支流の方までやったこともありました。またですね大きい川で言えば山口県の錦川、そして最終、まあ、この和歌山の引川というね、まあ、非常に、まあ、天然遡上がね、やっぱりいい河川もたくさんありました。ただ放流もですねやっぱり時期とともに長良川なんかはやっぱり放流もののいい魚が結構釣れるということでですね、やっぱりね、6月から、まあ、11月いっぱいぐらいまでは非常にね、長く釣りの楽しめる愛釣りです。なかなかこんな DVD ないね。ほらねかかるんですよ、こういう感じで。あんまり DVD とか番組とかでもこれないと思うんです。でこういうのは大概ねカットされちゃうんですよね。